みなさん、どうもガミです。今日はなんとなんと我が家に電気圧力鍋がやってきましたよ。この電気圧力鍋はいつも仲良くしてくれている先輩たちにいただきました。ありがとうございます。今日はこちらの電気圧力鍋を使ってカレーを作っていきたいと思います。この圧力鍋はめっちゃ可愛い緑色で、取っ手の部分が木目調になっています。材料はこちらです。それではクッキングスタート。今日使うカレーのルーはコクマロとジャワカレーです。チョコレートはブラックチョコレートを使います。こんな感じに具材をカットしてください。電気圧力鍋登場ということで、具材を中に入れていきます。私間違えてカレーのルーとチョコレートとココナッツミルクを先に入れてしまったんですけど、これは仕上げの段階で入れるようにしてください。お水を入れて蓋をします。この電気圧力鍋はカレーのモードがあるので、それで調理していきます。普通の圧力鍋の場合は加圧する時間を10分にしてください。減圧は自然放置で30分です。蓋をして重りのレバーを密封にセットします。55分後、調理が終了したら赤いピンが下がっていることを確認して蓋を開けてください。鍋モードで10分間とろみがつくまで混ぜてください。完成です。電気圧力鍋は火を使わないので、付きっきりで調理する必要がないのと、火を使わないので熱くなくてとっても便利です。それではいただきます。また見てね。